Yeah!
그래도세. 待て待て。 街道を外れて山道を行くとは。 いかがわしいやつ。ここは東海道を往来する魔物の関所ぞ。その方は待て。仏法王法に歯向かう悪人の輩は世にあだなす魔物も当然。この秋葉山の大結界、悪鬼の類一匹たりとも通しはせぬ。 その奇想の浮き出た尋常でない面相、何かに疲れたものの目じゃ。刀をよこせ。見たところ原因はそれであろう。厚かましいにも程があるぜ。よこせと言われて、はいそうですかと獲物をくれてやるバカがあるか。おとなしく聞き分けたが、篤蔵、先ほども世にあだなす荒くれの者らを片っ端から調伏してやったところじゃ。 不滅の我らなれとも、法力の前に魔性の身では抗えぬ。なんだ、あっさりやられちまったな。不甲斐ねえ奴らだ。おい、虎姫はどこだ？まさか捕まっちまったのか。待ちぶせを食らい、我らは大結界にて一網打尽となったが、姫は馬で単身逃れられ、 前頭寺法然御所を頼って大和の国へ。今となっては頼れるのは貴殿だけ。恥を忍んでお頼み申す。何とぞ虎姫様にご助勢を。怨霊らは江戸を目指しておったようじゃが、どちらにせよ 一歩たりとも彼女は踏めまい。江戸を追う結界は霊峰富士の流脈を源とする大大結界。ここ秋葉山とは比べ物にもならん強力な結界よ。お主も観念せえ。不穏の目摘み取らずに置くまいぞ。不動明王の徳をもって魔性を焼き払う悪霊封じのお札と、ありがたい火炎の扇で 即身成仏間違いなしじゃ。まだまだ。 まだまだ。
知の断りに逆らうその技知っておるぞ。おぼろの使い手が生きておったとは覚えておれ。核のごとき姿なれど懲り妖怪の類にあらず、それがしおぼろや千獣という剣客で、未練あって浅ましくも宙雨に迷うておる。今宵お主の囚心に呼ばれてこうして現れた。悪い話ではない。死ぬのが嫌なら取引をせぬか。生涯を捧げ魔道に落ちながらも会得した我が奥義たち、できるなら誰かに残し消え去りたい。冷凍妖刀を思うままとする我が秘剣、受けると願わば、お主の一面我が魂魄にてつなぎ止めてみせようぞ。無苦労を野杖にさらす始末となりしは我が弟子の裏切りのため、大御所欲しさにして皆を騙し売った憎きやつ。されどその弟子も切られ死にし、今となっては何恨むべきこともない。未練というのはただ一つ、魔道に落ちながら凄まじき修練の果て得得したおぼろ流奥義たち、継ぐものなく消えるはあまりに口惜しい。こうしてお主が来たのもおそらくは神魔の引き合わせ。魔界で知り得た合魂の奥義にて我ら一つとなれば、傷は嘘のように言える。たとえこの魂が流天の輪を外れ永遠に消え去ろうとも、剣のためならば一片の悔いもない。今はの清に珍しいもんが見えら。三途の川に溺れず済むってんなら藁だろうがつかむぜ。俺にはまだ死ねねえ理由がある。刀を奪われちまった。取り返さねえと虎姫を泣かせちまう。目がかすんできやがった。助けるならもったいぶらずにとっととしやがれ。なんだろうが受けてやら。こりゃ俺だ。虎姫をかばって切られたのは狂言なんかじゃねえ。刀を守りきれずに死にかけてやがる。鳴神に潜入した里の忍びは20人。隠された宝刀を探り出し江戸へ奪い去るのが目的だった。宝刀を盗み売ろうとする奉公人が捕まり、村政法事が露呈。謀反の志ありと鳴神を取り潰す。確かそんな筋書きだ。ドクロ谷の忍び頭だ。真相を知った虎姫を証拠隠滅に切ろうとしやがったやつだ。俺がかばって切られたのも。お札の荒領事が聞きやがったのか。すっかり思い出したぜ。命を預けたあん時の幽霊がおぼろ流とかの剣豪で、習いもしねえのにとんでもねえ剣の腕はそのせいか。よりによってこの俺が片恋の女のために命を張っていたとはな。道理で虎姫が気になるわけだ。
思い出した途端に胸が苦しくなってきやがった。ヤマトの国だと言ったな。ともかくいかにゃならねえ。したので、お背中でもお流ししようかと待っておりました。え、遠慮しとくぜ。ゆずるは湯に浸かる前からのぼせちまいそうだ。無駄に色っぽく化けやがって、目のやり場に困るじゃねえか。
으아! 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 으아